はい、続いてからやっていきます。アレクサンドリア城に行くんだよね。いたいた。何やらビビが話したいことがあると思う人おる。ねえジタン、さっきエイジがテレポートを使ってアレクサンドリアに戻るとか言ってたよね。なるほど、入ろう。この中に入ってみるか。あー大丈夫、みんな念じるんだ、念じて飛べるんだね。だが俺が助けてやる。便利、それ欲しい。どこでもドアより欲しいかもしれない。脱出するのだ。本気っすか。このままじっとはしていられないのである。まあいいっすけど。あーこれ苦手なんだよ。大丈夫かな。あ、意外と、逆っす。意外と、あ、なに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 。真剣になるな、これ。すごい苦手なんだよね。逆っす。はい。2回は押せるんだよね、確かね。そうそうそう、2回は押せるんだよ。はい。あ、結構いい感じじゃない？よし。よし。逆っす。ごめんなさい。よし。いけ。まだか。ほら。もういいんじゃないの。よいしょ。よいしょ。いった？まだ。まだか。もう見えないよ。もう見えないけど。いけたいけた。オッケー。結構早くいけた。姫様の元へ。よし。スタイナーか。ちょっと装備をいじろうかな。何も覚えてない。マジでかって感じだよね。デザートブーツつけてもなぁ。つけとくか。何わー、アレクサンドリア兵倒せるかな。装備弱いんだよ。頑張れマーカス。マジか、そんな食らう。結構食らうね。あ、強い弱い。何60って。ひどい。スタイル早く。死んじゃう、死んじゃう。これはひどい。ちょっと変えようかな。装備強いのにしちゃおうかな。覚えてないけど。やばいよね、ちょっと。早く姫様のとこ行こう。もうちょっとダメだね。52って。それは攻撃するしかないもんな。あー、マーカスはやめて。もう一回までいけるでしょ。あ、逃げた。なに、スタイナーちょっと教育した方がいいんじゃない。あの兵士としてどうかと思います。人のこと言えないかな。ちょっと HP が。何？まあやっと勝てた。もう一瞬死ぬかと思ったよ、もう。いや、ここ強いよ。マーガスとか普通に魔法2回とか食らったら死んじゃうから、ちょっとやばいな。スタイナーね、やっぱ装備が。まあ、ポーションなくなるな。ここ何？来る来る来るって。もう戦いたくない。ちょっとだだだ。
まさかアレクサンドリア兵にこんな苦戦するとは思わなかった。おお、何すごい。姫様、じゃあ俺は兄貴がいる魔の森へ急ぐっすから。バイバーイ。なんだ、いいタイミング。すごいいいタイミング。貴様はなぜこのような場所にいるのだ。スタイナーのおっさん、ここはアレクサンドリアなのか。今貴様の質問に答えてる時間はないのである。自分は一刻も早くこのアレクサンドリアの地下牢から抜け出し、姫様を助けしなければならぬのだ。それだければ十分だ。さあ、だが助けに行こう。行こう行こう。どいつもこいつも自分をのけものにしておってからに。早く行きなよ。おっさん来ないのか。だが殺されてもいいのかよ。姫様は殺されるわけのわからんことを申すでない。本当だよ、おじちゃん。ブラネ女王がレッドローズに乗ってアレクサンドリアに帰ってきたら、お姉ちゃんを殺してしまうんだって。よく聞いたんだ。それは本当でござるか、ビビ殿。ビビの言うことは信じるんだね。あと30分しかないんだ。わあ、時間制限嫌い。これってさ、装備変えれても時間制限で発動し続けたものなのかな。わあ、マーカス。ここは俺に任せるっす。素敵マーカス。ビビちゃん大丈夫？サンキューマーカス。じゃ俺はブランカに行く助けに魔の森行ってくるっす。ブランクのこと頼んぜ。僕たちはダガを助けに行く。バイバイ。どんくさいね。装備変えてていいのかな。まあいっか、もう変えないで行こう。よし、行こう。姫がいるのは、ああ戦うのか、じゃあもう無視でいいよね。あ、でもあいつ戦ってスタイナーに覚えさせるっていうのも手ではあるよね。うわ、めっちゃ来る。うわ。いや、フライヤーさんとジュタンがいるだけで安定するな。よし、どこだっけ。上だ。いや、あ、登ってくるんだ。こっちかな。ダガーの部屋的なのってどこにあるんだろう。ここ？合ってる？あ、合ってた、合ってた。ダガーどこ行ってしまったんだ。ここでしょ？え？ここじゃない。何？変な光のろうそくだな。いじってみる。おお、いじってパッといじって開くのすごいよ。うわー、あー苦手。アイテムある。アイテム取らせて。あー、あれ、あーそっち。なるほど、わかった。はい、降りて乗ってこうか。はい、アイスブランド。テント。アイスブランドって誰だ。あーあー、めっちゃ強。35。うわー、マジか。てか物理攻撃に12しかないの今。そりゃ弱いわ。もうしゃあなし。あー違う。でもしゃあなしだよな。覚えたいもんね。よし、動画外で覚えようかな。どうすればあれかな。長いね。よし、まあめっちゃ長い。だから時間制限がね、発生すると、ね、FF7 の何あれ思い出すよね。 あれ、ここって、あ違うね。
じゃあこっちか。どう？あれは？いたんだけど、あの二人。ゾーンとゾーン倒す。何しに来たでおじゃるか？いつもいつも邪魔ばかりして許さないでおじゃるよ。こっちのセリフだよ。よし。どっち倒す？とりあえずね、どうしようかな。どっちから倒そうかな。じゃあ、魔法剣使えるじゃん。魔法剣、ブリザラ。はい。で、ジャンプ。赤攻撃してるから青盗むか。いまいちだな。やば、これ知ってる。待ってね。ステオパワーでしょ。妨害すればいいんでしょ。マルチーザン。どうや。どうや。間違えた。あまあ、強い。なんとかパワー発動してからにしようかな、ビビちゃんは。盗めなかった。あ、来た。盗む。てか弱攻撃。でもあまりあれなの盗みたい。お、星屑のロット。もう撃てないんだけど。そうね、じゃあジャンプで盗む。いい感じ。オッケー、サンダーでも行く。ミスリラーマー。あ、やば。あ、どうしよう。叩けばよかった。あれ？そっか、倒せないんだ。ここまだ倒せないもんね。熱くわ。あと多分アイテムも取り逃してるよね。まあ、いっか。クソ、覚えているでおじゃるよ。でももうガネット姫におわしでおじゃる。うるさいわ。いい気味で、ムカつくわ。あ、早く。おい、しっかりしろ。だが、やっと会えたってのに。お姉ちゃん、ウー姫様、なんたる不覚。姫様、申し訳ありませぬ。こうなれば騎士の愛用するのみ。いや、もう生きておれぬ。まだこと切れておらぬようだが。あ、わかっているよ。暗い早くこんな場所から立ち去ろう。だが今すぐ元気にしてやるからな。あ、アクティブタイムイベント誰？友情。まあ、マーカス、さすがに走りっぱなしだと疲れるっす。いや、1分でも早く兄貴を助けに行かないと。ああ、危ない、大丈夫なところで倒れているわけには。魔の森で倒れるの危険だよ。でもどこなんだろう、魔の森入れるの。お、姫様抱っこ。ああ、モグリがおる。モグネット。ナトイプリンス現る。さっきクポから手紙が届いた。クポから申し出の手紙。一体何が起こっている、クポ。城下町では兵隊が走り回っている、クポ。そういえばガーネット姫がアレクサンドリアへ帰ってきたという噂を聞いた、クポ。ガーネット姫が城を飛び出したのはブラネ女王の不審に思ってのことらしい、クポ。ブラネ女王やガーネット姫は何を考えているの、クポ。偉い人の考えることはよくわからない、クポ。
まあね、なかなかね、お手紙来ない。一旦セーブします。よし、行くぞ。とりあえず戻ればいいんだよね、来た道をね。よしよし、すごいよね、ガーネットを抱え、何、姫様抱っこしつつこんなに走ってるんだもんね。来たの体力よ。スタイナーがやっても、いや、スタイナーが姫様抱っこするのはなんか違うもんね。よし、もう時間消えてるね。よかったよかった。ああ、行っちゃった。はい、オッケー。閉めよう閉めよう、そこ。どうやら追ってはこねようじゃな。あ、閉めるんだ。ブラネ女王様、一体どうして姫様をこのような目に。このスタイナーが命をかけてお守りしてきた大切な大切な姫様を。それにブラネ女王、これはブラネ女王にとっても同じことと同じだったはずではありませんか。スタイナーのおっさんやあなたの気持ち痛いほどよくわかるぜ。ねえジタン、お姉ちゃんこのままずっと目を覚まさないの。そんなことないよ、ただちょっと疲れて眠ってるだけさ。みんな少しダガを休ませてあげてもいいか。ありがとうみんな。俺がついていればこんな風にさせなかったのに。え、スタイナーちょっと悲しくない今の。スタイナーいたのにずっと。ごめんよダガ。お主どうした？いつものお主らしくないではないか。以前ならこういう時は自分に向かってきたではないか。違うんだ。今まで生きてて初めて分かったよ。怒りや憎しみが限界を超えると感情が湧き起こらなくなるってことをな。涙さえ流れやしない。ジタン。うわ、何？誰でおじゃる？奴らでおじゃるよ。何？もう。うわ。ベトリックス、久しぶりですね、スタイナー。これまでどこへ行っていたのですか？まさかこのようなケダモノたちと遊んで、横にもケダモノいるでしょ？そのゾーンとソーンっていう。なんだと、けだものは一体どっちだと思ってんだ。本当だよ。まあ、これじゃないようですね。ああ、もう戦うのか。やべ、アイテムねえぞ。アイテムがあんまりないんだけど大丈夫かな。さっき使っちゃったんだよな。とりあえず盗もう。まあ、もうスタイルの NP もない。やめて。ひどい。フェニックスの、まあ嬉しいよ。フェニオはあんまないしね。いいね。ちょっとビビちゃんお強っ。ポーションでいいか。ポーションでいこう。盗めない。やべえな、ポーションねえな。ジャンプ、あ、レイジャーの風使えばよかった。ちょっと次使おう。わっ、ショック、800って。アイスブランド、あれアイスブランドってさっき手に入れたよね。違った？うわー、もう強いな。ブライアさん強いな。サバイバルベスト、いいね。サバイバルダンス。うわ、ショック誰？
あーでも両方まだあれか。エイドの風。うわ一撃でそれ。ひどい。ヘニオ。で、アイテム。あれ？エイズの風発動してる？してるしてる。あーしたいな。ありがとう。守ってくれた素敵。あ、何を思った？全部盗み切れた。あー、したいなが。めっちゃ思ってくれるんだけど、ジタンのこと。どうしよう。したいなー。オッケー、ミス。ここに来て、スタイナーの好感度が一気に上がっていくっていうね。ああ誰も死ねない。アレクサンドリアに歯向かうものはいいな。わあ勝てそうだったよ。フライヤーさん結構ダメージ出たし、一年足を見れぬことですって。勝てそうだったけどな。もうちょいだったよね多分。お前たちの力で私に勝つことなど到底不可能です。ちょっと待てよ、お前確かアレクサンドリアの女将軍だったよな。女将軍であるお前の使命は何だ。だが、いやガーネット姫は守ることじゃないのか。あの椅子で気を失っているのが誰だかわからないわけじゃないだろうな。まさか、あれはガーネット様ではありませんか。やはり、やはりブラネ様はガーネット様の命を取ろうとしておられたのです。なんだと？ブラネ様がそんなことをするはずが。スタイナ、もはや答えは一つしかないようです。長い間の迷いが解けました。やはり私は間違っていたのです。お姉ちゃんの言う通り、言うことに同意するのは尺だけど、その通りだぜ、スタイナーのおっさん。ウルメシアの民を、私は許されない過ちを犯してしまったようです。当たり前じゃ、そなたを簡単に許すことはできぬ。だが今はだからってやらを助けてやりたいと思う。ああ、フライヤーさん素敵すぎる。そなたの力は私を認めよう。そなたの力でこの娘を助けるが、助けてやることはできんのか。私の力でどこまでできるかわかりません。ですが、できる限りのことやってみましょう。やっぱ、ベアトリックスいいやつだな。ケアルラかなが、え、俺らのかけた魔法は簡単には解けないでごじゃるよ。動きムカつく。解けよ。ちょっと脅そう。グーパンしてやろう。多分、解くってグーパンしたら。なんでって無駄でおじゃるよ。ムカつく。え、溶けたんじゃない？溶けたけど。ガーネット様お気づきになられましたか？頭が痛い。私痛い。だが俺だよ、ジタンだ、わかるか？姉ちゃん。みんな。まだ記憶喪失とかではないね。何の騒ぎじゃ。うわ、来た。そんなに暑いの？こいつらがガーネット姫をさらおうとしてるの。何？もう、ガーネットか。もうガーネットから全ての召喚獣を抽出したのか。抽出したでおじゃる。だったら早くガーネットを捕らえて牢屋に閉じ込めておしまい。感じ悪いな。わかったでおじゃる。この命令どうかお取り下げください。ほほ、このブラネに逆らうとはどうしたことだ。ん？ブラネ様、私の使命はガーネット様の身を守ること。どうかこれ以上ガーネット様に手をお出しにならないでください。あなたたちこの場は私に任せて早く逃げなさい。私はこの場を去れぬ。事態を早く逃げるのじゃ。ついさっきまで敵と味方だった者が今は手を組むのか。ほほ、面白い。ゾンとソンよ、私を本気で怒らせた奴らを徹底的にやっつけておしまい。なおにブラネと戦おうよ。じゃあお母様、戦おうよ。顔強いじゃん。
飲んだぞ。出しとくのじゃ。フライヤーさんも行こう。だから行こう。火力的にさ、うちフライヤーさん。かなり高火力だから抜けないのかしら。見殺すでごじゃる。押してやるわ。フライヤーさん抜けちゃうと痛いな。あれよし、上も戦おう。強い。うわ、いいね、なんか女性2人で。オッケーオッケー。はい、こういうこと。追いかけてきてる。早く早く。危ない危ない。よし、とりあえず下にさっきの場所まで行けばいいのかな。違うか、あの地下牢、地下牢っていうか入ってきた場所でいいんじゃない。多分スタイナーとかアネとか。何、うわー、これは車同士先回りされたか。切る。ごめん。好きだ。素直に回復させてあげればよかったな。ちょっと待ってね。あ、そんな本当にないな。で、スタイナーが覚えたから。これか、まずここからか。あ、でもそうだね、それだね。よし、なになになに、今来たし。 OK、 まあ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 。あー、カバーとファイラ、ファイラ覚えたね。どんどん覚えてほしい、スタイナー特に。カバール。じゃあこれだね。デザートブーツ多分ね、スタイナーじゃなくていいと思うんだよね。この辺。ラガーあたりが、やっぱり、ラガファイラを覚えたから。ああ、でも、まだだね。よし。あれ、スタイナーはどうした？走るの遅い。おっさん、もともとしないでくれよ。自分は果たしてこの場所にいてもいいのであろうか。どうしたんだよ、スタイナーのおっさん。忠義を誓ってきたブラネ様に刃を向けたベアトリクスと、自らの仲間を殺されながらも共闘して姫様を守ろうとしてくれているフライヤー。ブラネ様が本気で怒ってしまった以上、彼女たちの命を取りかねん。大丈夫だ、敵弱いから大丈夫だよ。実はお主に頼みがある。なんだ、改まって。アレクサンドリアを無事脱出し、姫様をトット先生のもとへと送り届けてはくれぬか。トット先生ならこのスタンダーアレクサンドリアを救うためのいい手立てを考えてくれるはずだ。ああ、分かったぜよ。その心意気俺が引き受けた。僕も頑張ってみる。ビーちゃんは頑張ってるよ。ジタン殿、ビビ殿、頼りにしているぞ。ジタン殿って言ったね。姫様、さらばです。あー、スタイナー、かっこいい。みんな私のために。そうだよ、だが、みんなだからのため、アレクサンドリアのため、そして自分のために必死で生きてるんだ。だからこんなところで立ち止まっちゃいけない。こんなところでくたばれるか。生きよう。でも私、あ、来たから、ほら、危ない危ない危ない。よし、まあ、ビビちゃんとね、ジタンがいれば、全然、余裕。いろいろ覚えたね。ちょっと装備をいじろうかな。さあ、急ごう。あ、いじらせてくれない？ああ。
身軽、身軽だけど、いや戻っちゃってる。どうじゃ持ちこたえられるか。これだけ続けて戦うと私もそう簡単には。強いから大丈夫だよ。エイブリックス強いもん。よし。あ、ライアンいろいろ覚えたね。さすがにきついの。まだ気を抜くのは早いようです。あー来た、スナイナー、エイトリクス、ライアン、スタイナーではありませんか。フルート大隊とアデルバート・スタイナー。え挨拶後じゃん。でもスタイナー多分入ってもあんまりね活躍はできないかもしれない。ごめん。まあ2体なら。まあ強いな、ほんと。ネタは活躍できないどころかネタ。ちょっとやばいね。やるか。いいな、この魔法、回復魔法もできて攻撃も強いっていうのは羨ましい限りだよね。あー外しちゃった。おー、いいね。スタイナー、ほんと何の役になってない。大丈夫。レーゼの数覚えたね。あーこっち来た。じゃあ特になしと。じゃあこれで、で特にないけどこれでいいや。はい、こっちか。でもここ空いてないけど大丈夫。あれ空いてる。うわーもうしまった。罠か。同じ罠に2回はまるとかちょっと耐えられないよね。また引っかかったでごじゃる。ムカつく。何度見てもいい眺めでごじゃる。お前たち卑怯だぞ卑怯者。これが我々のやり方でごじゃる。お前たちに口出しはさないでごじゃる。いいムカつく。あ、来た、待たせたな、フランク。よかった、よかったよかった。フランク兄貴こっちっす。ちょっと待てよ、体がまだ動くか。まあ、そうだよね、石になってたもんね。でも急がないとジタンさんやダガーが危ないんすよ。ダガーって誰だ。ジタンだったらちょ、なんかじゃあ兄貴知らなかったんすね。何言ってるかさっぱりわかんねえぞ。歩いてるけど大丈夫。兄貴走るっす。やれやれ。あーブランクかっこいい。ブランクほんと。というわけで俺はお前たちのピンチを聞き全速力で魔の森から帰ってきたんだよ。ブランクお前ってやつはなんていいやつなんだ。ほんとだよ。ガルガンドステーションはすぐそこっす。ジタンさん、あのブランク、マーカス、なんかは後でいいからお前たちは早く逃げろ。ホットヤクルゼ、たかりができちまったな、ブランク。さあ、急ごう。パーティー入って。セーブできないね。ここからダガーたちやってきたのか。どうしたダガー。無理もないか、あんな目にあった後じゃ。何か来るよ。あ、ガルガント。これがガルガント。これに乗るの。急いで乗るんだ。考えてる暇はないぞ。だが早く急いで。でも私どうすればいいのか。それはこれから考えればいい。みんながどうして、みんなが残ったと思ってる。自分で決めたからだよ。ここで戦わなきゃならないって。ベアトリクスもフライヤーもマーカスもブランクも、そしてあのスタイナーまでも。奴らの思いを無駄にするな。今ダガーがすべきことは何だ。うん、よし。
あ、急いで急いで。ね、一体どこに向かうの？ひとまずトレノに向かって、そこから次の手立てを考えないと。何？あれは？嫌な予感する。そうだった。早くどっちから見た。これ、ま、あ、わかった。あの、ガーネットが召喚獣取り出された場所に多分モーグリいたね。あー、全然セーブできない。しかもこれと戦うんでしょ？きついな、きっちいな。あー、ラッキー。なるほど。え、ミニマムって治んなくない？ちょっと待って、ちょっと待って、邪魔邪魔。万能薬をじゃあ出たい。ミニマムか。結構厄介な敵だね、これは。まあ火力はそれもないって感じかな。とりあえずビビちゃんだ。そうだ、今のうちにじゃあエーテルをビビちゃんに使っとこう。フェニックスも、あれ、うちの時短ミヤブルまだ覚えてないっけ。ミヤブルが欲しい。あ、あるじゃんミヤブル。今さら遅いよね。あのミヤブルで持ってるものわかるんだよね。強い。ビビちゃん頑張って。フォークスタッフ欲しいな。取ろう。フォークスタッフをじゃあ。うわ、強っ。 300？ どういうことなの。あー、盗めない。あと1個なんだけどな。サンダラ。うわー、盗めない。あんまね、攻撃すると倒しちゃうかもしれないから。うん、難しいところだね、これは。最悪。うわ、盗めない。はい、やう、父ちゃん。はい、だじゃなくてね。どうや。あら。きつい。盗めない。じゃあ、貯めるわ。貯めるっしょ。ああ、誰にちょっとでもな、回復したいな。リターンか。リターンか。万能薬なくなる。めっちゃ長いね、ちょっと戦ってる時間。大丈夫かな。盗めない。
そんな盗めないもん。弱った方がいいんでしょ、攻撃しようも。結構出ると思うんだけど、どうだろう。上強え、200盗めない。超音波、誰。まあ、ガーネとかじゃ自分で回復しよう。ダメだな、盗めないな。もう直せないけど、万能薬なくなっちゃうから。これさ、小さくなった方が盗めなくなるとかあんのかな。ありそうだよね。あ、ないじゃん、もう。あったあったあった。多分ありそうだよね、小さい方がダメみたいな。きついなぁ。わぁ、おっきい、取れた。小さくても取れる。よし、倒すぞ。まあ、トランスした。しかもトランスするならそっちの技使えばよかったな。どうや、強っ。オッケー、ビビちゃん強い。2000って、またトランスした意味がないな。エテリッコか。いや、めっちゃ苦戦したな。よいしょっと。ガッキー。早く走れよ。なんかわいそうよ。ずっと声を持ちながらしてくれてるんだから。あれ、なんだか。仲良くなったことやればできるじゃないか。違う、ジタン、あれ。まだいるのかよ。え、おかめられてたのか。まずいわ、このままじゃトレノを通り過ぎて。止まれないよね、後ろから来てるんだから。え、何ブリムシ。え、あー通り過ぎちゃった。気持ち悪い。なんだか通り過ぎたみたいだよ。一応でもこのままで降りることもできないし。ジタン、前。ああ、怖っ。めっちゃガタガタ言ってる。しっかり捕まってろ。出口？ああ。え、怖いよね。お、お母様。ブラネ様、なんでここにいるの。下っ端のくせに邪魔でごじゃる。通すでごじゃる。ブラネ女王様からお前たち二人を取り継ぐなとの命を受けています。要件だけを述べなさい。要件だけ言うのです。気持ち悪いからだよ。手配していた者たちが継いだでごじゃる。通しても良いでごじゃる。お伺いしてきます。そこから動かないように。女王様、怒ってる怒ってる。なんか今すぐここへ来るように伝えなさい。ただしお前たちは戻ってこなくてよろしいと。どういうことでおじゃる。我々女王様は国宝のペンダントを持ち出されたことでご立腹です。顔も見たくないと申されております。早く呼んでくるのですね。出てけってことだよ。悲しいね。どうするでおじゃる。我々後ろ立てなくては生きていけないのでおじゃる。とにかく今一刻も早く呼んでくるでおじゃる。ふうって。まあいい、中目ね。何あなた。
この時なさいと、シャバニア様の指名されたんだよ。下っ端が偉そうに出てくるもんじゃないわ。くれぐれもそうないように。あら、言うじゃない。私は誰だと思ってるの？私に狙われて逃げられた人はいないのよ。覚えておきなさい。この美の狩人。ニラ、じゃラニの名を。ニラだよ、もう。ニラでいいよ。この子頭にニラつけてるもんね。ブラネ女王陛下、お目にかかれて光栄ですわ。ご機嫌麗しくないご様子ね。うん、随分と、いやしい口を聞く礼儀を知らぬものと見れるな。まあ、お言葉ですが、陛下、礼儀を包んでいるなら、私などに用はないので、こんな、ああ。お前たちがすべきことは二つ。王女ガーネットが城を出るときに持って出た孤高のペンダント、それを持ち帰ること。王女と行動する者たちの中に、あのような格好をしたクロマドシヘがいる。それを始末してくることで、ねえ、なのにビビちゃんのことじゃん。なんだあれは。人間ではない、心を持たぬゴーレムじゃ。不良品がふらふら動き回っておってな。家族の手に当たる前に片付けねばならん。ムカつく。おしょうゆ何があったかは存じませんが、ガーネット様に抵抗にあったらどのように振る舞えばよろしいのかしら、陛下。うん。あの小娘からペンなどさえ取り戻せればよいのじゃ。そういうことでしたら、この武器が存分に使えるということで、そこの男へも手早く解決してみせますわ。うん、では、陛下、失礼いたしますわ。でっけえ武器。尻尾を持つ男が王女のそばにいると聞いたが、あの忌々しい猿か。そうじゃな、あれを始末すれば褒美を取らそう。どうやら当たりだってようだ。そいつを始末するついでに、あんたの依頼を片付けてやろう。乗ってきたけど、何？報告です。ブラネ艦隊が近海に入る時刻です。レッドローズ、出陣のご用意を。ついにこの時が来たか。直ちに出陣する。笑い方。第一の裂け目、ピナックルロックス。お母さんが。ビビ、私たち無事だったのね。どこなの、ここ？リンドブルム城の近くにあるピナックルロックスっていう場所なんだって。うーん、あれ、ガルカントはこんなところにしてきたの？危なくないっていうか、場所。ブライアはスタイナー、ビアトリックスは、それにジタンは、あたりを調べてくるって。目が覚めたかだが、危ない危ない。体は何ともないか？それよりジタン、みんなは随分遠くまで来てもらったからな、わからない。でもタンタラスもフォローしてくれてるし大丈夫さ。もうすぐ夜明けだからな、とっくに脱出して今頃トレンドで俺たちのこと探してるかもしれないぜ。リンドブルムで飛空艇を借りられないかしら。南ゲートまで行けばトレンドはすぐだわ。そうだな。あ。それはお前たち次第。我が名はラム、ラム。他で聞いた名前。城の召喚魔法に関する文献であなたの名前を読みました。あなたはライテ・ラミューですね。グレイラがそなたの召喚魔法によって消滅したことは知っているか？召喚魔法は炎症者の意志によ、欲にまみれたものを唱えたことで恐るべき事態が引き起こされた。そんな、まさかお母様はそんなことを。私そんなことになってるなんて知らなかった。なのにただ守られているだけで。ラガーが悪いんじゃない。悪くないよ、全然。あいつらもそのことを知ってるから残ってくれたんだ。みんな。そう、確かにそなたが引き起こしたことではない。だが、我が問いは一つ。そなたはどうするのだ？私にもっと力があれば、召喚魔法さえ使いこなせたら。お願いがあります。私に力を貸してください。再び過ちを起こすつもりか？私、召喚魔法が怖かった。でももう逃げません。力貸して。ラム、前の主を失って、この世界をさまようになってから随分の時は流れた。そなたが我が主にふさわしいかどうか試させてもらおう。我が分身を5人この水と岩の森に忍ばせる。その5人はそれぞれ勇者の物語の断片を持っている。5つの断片を集め、その1つの物語にまとめるのだ。満足の物語を語った暁にはそなたの願いに応えよう。なるほど。ここ苦手なんだよ。飼ってるようだが、姉ちゃん僕も手伝うよ。ありがとう。頑張ろう。
そしてセーブをさせてくださいあちょっと1時間経っちゃってんだよね。まあ動画的にはねカットするから1時間ギリギリないぐらいになるかなと思うけど、モグネット手紙来ないかな。モンティじゃん、モンティここにいるんだ。セーブする。じゃあ今回はここで終わりたいと思います。はい、結構長くなっちゃったからね。はい。